一番最初私は、まあ、農家の長男坊主ですから、自分で作ったものを人に決めていただくっていう、まあ、セリーですよね、セリー委託っていう部分になるんですけども、はい、で自分で作った原価関係なく市場価格に左右されるわけですから、はい、計画的なその事業計画っていうのを立てられないわけですね。農業っていうのは利益が上がらないものに後継者なんかがついていくはずがなく、はい、ということでそれをまあ加工していけばいいんじゃないかということでですね、もうすでに私の場合はまあ40年ぐらい前からこのいわゆる今のいう6次産業に全て自社で取り組んでしまってるんですね、はい。とか仲卸さんに出すために農業があってはいけないということですよね。石垣はどうして石垣が一番たまたまですね、パイナップル工場が民間の工場が全部なくなるということで、はい、山積ができたんですよ。ははは。でそれができたんですけども運営にまで至らなかったという経緯があってね、うん、地元の、まあ、当時の創業者の初代の社長がですね、まあ、なんとかそれをしたいということで、はい、私どもが たまたまそのシステム、いわゆる製菌制御システムの開発をしてですね、はい、パイナップルをカットしても無菌のフレッシュで加熱しないで無菌で、いわゆる、まあ、1週間10日あとかをその鮮度保持できる技術を、はい、もう実はもうライセンスしてたんですね、あっちこっちに。そうですか、うん、でそれをまあ無償で、その貸し与えてあげるので、まあ、やんなさいよということが地元70の資本でやんないとダメよと、はい、一応あくまでも出資だけだからねと。なるほど。いうことで、まあ、資本金1000万の会社を作ったんですね、はい、そして結果的にその5年で破綻しちゃったんですよ、はい、でまあ、弁護士連れて、こっちへ来たんで、はい、まあ、何々が何々とになってしまってですね、でそこにまあ農家から頼まれて、はい、なんとかやろうという形してくれということで、まあ、それで、まあ、自分がここにもうそれだったら中途半端にできないということで、そしたら私がここに一人で入ってきたんですよ。それが7年前ですね。7年前、うん、なるほど。で、まあ、やるならまあちょっとまあベンチマークになるそのいわゆるまあ、どうですかビジネスモデルを、はい、作ってみようと、まあ、前から、まあ、いわゆる今いう6次産業的なものをやってましたから、はい、じゃあ一貫して全部うちでやっちゃえと、はいはい、いわゆる相手のマーケットに合わせることない、いわゆるこちらのいわゆるベースマジョリティがこちらが取れるものでやろうと、はいはい、いうことで、いわゆるはい、石垣島の離島のそのプラス要因とマイナス要因を仕分けをして、はい、でそこから分析しだして、なるほど、まあ、勝つためにはどうすればいいのかという、ことから入っていったんですね。なるほど。まあ、石垣島というブランドがあるわけですから、はい、そのブランドの中のブランドをまた作り上げていけば、はい、俺はもうコアビジネスになるっていうことと、はいはい、いわゆる、まあ、そういう商品ものを作っていってですね、はい、いわゆるその後いわゆる産地偽造がボンボン始まったわけですよね、はいはい、意味で、で手前どもまあ石垣島のものに限定してましたから当時、うん、いわゆる、まあ、正直に生きとって、まあ、たまたま日の出を見たわけですね。まあ、そういう、まあ、タイミングというか、まあ、非常にいいタイミングにこうずっと行ったわけで、さりとっていわゆる消費者の方がそのリピーターになっていただけるような商品作りということでね、いわゆる、まあ、美味しさとそのいわゆる安全性とか、いうものに、まあ、非常にこう、まあ、プライスは要するにそれの見合う対価ですから、はい、とりあえず世界一の小さくても世界一を作ろうということで、はい、世界一美味しいジュース、世界一高いジュース、はい、世界一安全なジュースっていう、はい、そこで、まあ、パインジュースっていうのが生まれてくるんですけど、はいはいはい、まあ、それにプラス今度はオーガニックっていう、まあ、ユキジャスの認証を受けて、まあ、ISO の1万4000日の要するに認証も受けて、はい、まあ、いわゆる環境整備から始まってユキジャスをやっていくと、はい、まあ、これ非常に過酷なビジネスなんですけど、はい、まあ、これが900ミリを2000っていうパインジュースで、まあ、多分世界で初めてパインジュースが900ミリが2000で売れたと思うんですね、うん、でそれがやっぱりどんどん売れていくんですよ、完売してしまうんですよ、うん、お中元お歳暮であのプレゼントされた方、された方の方からまたどっか送りたいからっていう、はい、まあ、そういうその
非常にまあいい方向に行ったわけですね、はい、そのブランディングするために私はまあ例えば一流百貨店のテナントさん以外に物は出さないと、はい、だからいつ見に来られてもきちっと真面目に生産してますよっていう、あ、なるほど、あのそういったその自負をしないとその単価は無謀でつけられない単価なんですね、うん、三越さんのお客様っていうのは、はい、その食に対する安全性とか何々っていう美味しさとかっていうのに対してね、はい、その価値観をきちっとお認めいただけるような、はい、顧客をちゃんと確保していらっしゃるわけですよね、はい、だけどそれを今度はいつまでもあぐらかいてることじゃなしにね、いかにこう次はコスト同じもので、はい、安くできるかっていう、その今度競争社会にね入っていけ、いかないといけないっていうことですけども、どうすればその有機でもコストが下がるかっていうことに、まあ、日々チャレンジしてるんですね、うん、まあ、例えば牛にしても、まあ、A の5番がいいとか A の4番がいいとかっていう、まあ、それぞれ様々な方がいらっしゃるんだけど、何を持っていいって言ってんのと、うん、あの霜が降ってたらいいのかと、でそれは半病気で死ぬ死亡寸前の牛を途上に出して枝肉にするものが A の4番5番ですよって、もうギリギリなんですね、うん、でそういうことが果たしていいのかと、うん、でまあ今関学さんのね、山岳館のね、はい、部分の中で私と、まあ、大学と、まあ、これ医学部ね、はい、医学部、医学部、まあ、農学部医学部、はい、まあ、それとまあそれに伴うその各省庁の部分と手前どもが、例えば牛であればどういう科学的根拠のものが美味しさを呼んでるのか、健康を呼んでるのか、それに対してどういう餌をその作れば食べさせばそういう牛ができるのかということに間もなく入ろうとしてるんですよ。でその裏付けをやっぱり評価してもらわない限り、いわゆる世界戦略には勝てないと思ってですね、価格競争しなくていい根拠性のある牛を作ればいいわけでしょと、でそういうものにいわゆる国が投資するべき話であってね、何を右往左往してるんやということですよね、うん、多分科学的にアプローチすると、うん、あのその監督権限を超えて、うん、そこに潜んでる新たな発見ですかね、うん、例えば生物とかも見えてくると、うん、またそれが新しいそのビジネスっていうか、うん、農業ビジネスにつながるっていうことにもなりますよね、うん、そうそう、だから横のつながりね、例えば、その例えば農水省で農水省だけとやるとかっていうことに何も固定化することはないと、だからこれが例えば厚生労働省が必要であれば厚生労働省、経産省が必要であれば経産省やればいいわけですよ、でそれを動かせる人と組めばいいわけであってね、あとは、うん、あの契約農家っていうか、うん、それはパイ農家とか飼育さん農家とはやってますよ、それぞれ、うん、何件ぐらい、100件以上あって大喜飼育さんはまた何件かな、20件余りじゃないかな、あそうですか、うん、あのパイ農家は120件ぐらいありますね、あそうですか、そのうちが検査を農家の代わりに検査抜き打ち検査して、それでポジティブリストの証明を出して、はい、それで残留してるかしてないかもやってからしかやらないから、うん、まあ、だからかなりお金はかけてますよ、うん、まあ、そういう部分、まあ、地道なことまだ7年目ですからね、あの満足いくことはできないけど、まあ、自分の目の黒い間にはなんとかそういうことをしっかりやってあげて、うん、まあ、ベンチマークになって農業は儲かる農業なんだよと、何も補助事業もらわなくても極端でいけますよと、要するに一般の農業も JA とか農林中期、まあ、いわゆる、うん、日本高校かな今、はい、になってるんだけども、まあ、そういうとこからを借りるっていうことだけじゃなしにね、一般市場からも借りれるようなことをしっかりしなきゃと、でそれには融資だけじゃダメなんでね、要するにその融資プロジェクトを組んで大量の資金をいるだけ出したらいいのよ、極端に言うとそれを審査する能力のある審査能力に欠ける人材ばっかり、その新たなね、要するにマーケットを有価証券のそのマーケットを作っていかないといけないと、でもう自分はだからそれを第三者割当までもやっていってる、うん、本来なら新しい芽、いわゆるインキュベーションのその芽をね、要するに育てないといけないと、その審査能力を見る芽とかっていう特別なね、例えばその舞台をね、金融機関にも作らすべき話をね、地産業全部やっちゃうと、はい、例えばそばでもそうだし着るものもそうだし何もそうだし、これ全部一次産業のものですよ、うん、それを全てやりますよと、うちは、まあ、そういう医療から要するに食ね、でそれもその例えば
鶏を買えばマヨネーズまで作るというような感じで、ナチュラルハウスってご存知？はい、うんうん、あれとかライスボーヤとかっていろいろ松さんのあるでしょ、はい、もうあれを全部自分のところの全部自分のところの商品やと思ってもらったらいいんですよ。でそれをやりたいのとね、で自分はグリーンツーリズム、マリンツーリズムとか、そのヘルスケアツーリズムとかっていうのをこうやって同時にやってきたわけね。でそれはなぜかっていうのは、グリーンツーリズムやって農業とはこんなものよっていうことをちゃんと教えないといけない。でそういうカリキュラムも作ると、でそういうまあ塾を作ると、であの今おっしゃるね、塾を作ると、でもその計画も全部してるんですよ。でそれをずっとその大きなフィールドの中でね、少しずつですけどその文化を消さない、そのカルチャー通り的なものをね作っていく中で、農業もし悩みしていこうと。で楽しい農業と儲かる農業と文化的農業と、うん、農業に対しての6次産業の一番弱点は一年中回らないということで、工場が、本当に3ヶ月とか4ヶ月しか回らないわけ、はい、だから全部補助事業でやった工場は全部潰れるのよ、もうこれ当たり前の話なの、はい、だそれを回すためには複合的にビジネスをしないと人材はいりませんっていうわけにいかないわけですね。なるほど、だからそのために要するにいろんな複合的に事業をしないといけないということですよ、はい、それに対して補助を出したからとかそれで回りますよっていうのは絶対回らないですから、それを問屋さんに出してるようではダメです。問屋さんに任すから売れるんじゃないわけだからね、だからそこの大きな間違いがあるわけでしょ、はい、だから要するに出口をしっかりしない限り工場も回らない。例えば出口がしっかりしたとしても、はい、工場は回らないんですよ、稼働率が、でそのようどうするかということを、周年体制にどう持っていけるかということを考えない限り絶対成功しない、ね、はい、いわゆる生産コストをね、いわゆる製造原価を下げて消費者に還元していくなり、農家に還元していくっていうものを見出していかないと、 PL の数字の触り方だと思うよね、でそういうことをしっかり数値ができない人がやったらもうごちゃごちゃになるよ。なるほど、上辺は、どこもあの落ち度がないねというのになるんだけど、実態はやってみたらそんな甘いもんじゃない。そういうことをやろうと考えた人に対するアドバイスというか、だから周年体制もあるんですかって、で今の世知辛の中でね、競合他社にね、競合他社メーカーにね、勝てますかと、それだけの勝てるコアのものをお持ちですかと、ないものに自分の商品を加工して無名の商品が生きていけるはずがないでしょう、勝てる戦略ですかということで、勝てませんよ、そんな。実際品管通って食べて美味しくてセンス良くてね、きちっとその欠品出さないだけのその実績があって、何々があって初めてお取引ってできるんですよ。それを100円で作ったものをね、500円で売れる人だけが残るんですよ。リトレっていう、なんですかね、あえてその流通も含めた厳しい感じですね、中でやっぱり そこでもやっていくっていうことはさらにハードルが高いっていう、もうめちゃくちゃ高いですよね、だからうちは運賃も全部負担してもらいますからね、お客さんと。それでも、それでも買ってくれる商品に仕上げなあかんということですよね。そうそう、プライスリーダーはうちやから、だそれが初めて生きていけるの。それでもこんなに夫婦言ってるんですよ。そんな甘くない。そこが一番目に見えない、もう一番しんどいところですよ。販路どう1年1年1年ね、信頼を積み重ねていくかっていうことでしょ。だそれには事故を出さない、クレームを出さない、そうです、徹底的にやり続けるしかない。もう徹底的にね、もう神経ピーピーでね、やり続けるしかない。そのニコニコしてくるようなビジネスじゃないみんなメーカー苦労者あんまり言ってない。そんなもん三角も三角もいいとこでしょ。これでもいいところ言って